り無謀者の機構です。偽の情報を流してみたけど本当に効果があったんだね。ゼーレお姉ちゃん、みんなはもう外の指定場所に移動済みだよ。街全体はセミの抜け殻みたいになってる。でもできるだけ建物に大きな被害は出さないように気をつけてね。安心して、気をつけるよ。ありがとう、クーちゃん。行こう、スーサナさん。気候を囲めたし、これからは私たちの出番だよ。はい。この機構たちには操縦者がいません。設定されたプログラムで動作しているだけです。でも人造人間の痕跡はまだ見つかってない。ありました。これが無謀者のリーダーの運送車ですよね。やっぱりあの子の言った通りだね。バックミラーが壊されてる。警察たちも言ってましたね。今日隠れ家を襲ったチームの中にもバックミラーが壊された車両があったって。隠れ家の仇を取らせてもらいます。すみません、聞こえていますか？ここはもう包囲されています。できることなら傷つけたくありません。投降して出てきてください。あなた悪いことをしましたから、その対価を払う必要があります。本当に優しいアドバイスだな、お嬢さん。この声、彼は。悪いが聞き入れるわけにはいかない。体の損傷など私にとっては大したことではないし、おとなしく捕まるのも性に合わないんだ。私は誰にも束縛されたりしない。自由まであと一歩のところまで来ているのだから。どうしましょう、ゼーレさん。倉庫に突入しよう。無謀者のリーダーが消えてますね。ついさっきまで私たちと会話してたのに。そんな、倉庫に他の出入り口がないこと朝にちゃんと確認したのに、どうやって逃げ出したんでしょう。アイヘビ？でも、どうして？あれは、本当に彼らだったの？
上空士に？まさか、まだヨルムンガンドのために動いてる人がいるの？それとも。大丈夫ですか？ゼーレさん。大丈夫。相手は逃げちゃったし、もうどうしようもないよね。もしかしたら、今回の件には複雑な背景があるのかも。すぐ天命本部に報告しないと。ええ、そうですね。すでにある程度の情報を集めましたし、これで博士たちも分析し、役立つ情報を入手できるでしょう。そうだ。クーちゃんにも連絡しなきゃね。スーサナさん、今晩泊まるところを探さないと。そうですね。隠れ家は隙間風が入ってきますし、クーちゃん、頼りにしてますよ。あ、新しい場所を思いついたよ。ここから遠くないし、二人のお姉ちゃんのことを歓迎してくれると思うの。クーちゃん、あれ、まさか通話を切ってなかったんですか？うん、さっきの声全部聞こえてたよ。私はハイヘビおじさんと一緒にいた時間はゼーレお姉ちゃんより私の方が長かったと思う。あの声聞き覚えはあるけど、昔とどこか違うような感情があった。とりあえずまずは合流しよう。さっきも言った通り、喜んで案内してあげる。あの新しい場所へ、新しくできたキオラハウス極東支部へ。